ランナーをスコアリングポジションに迎え、そして打球は外野へ。次の瞬間、低く鋭くスタジアムの空気を切り裂く一筋の弾道、捕殺。ベースボールで最も攻撃的な守りが見られる瞬間。その中でもとりわけエキサイティングなのがバックホーム、クロスプレー、そしてタッチアウト。我々に感動と夢を与えてくれるそのプレーを今再び、男たちが日本のプロ野球を変える、ザ・バックホームアウト。まずは3度の捕殺王に輝いたこの男。多分常にセカンドランナーいる時にヒットで絶対させてやろうとは思って守ってるんですけど、やっぱそのやった瞬間はやっぱりとても自分の中でも嬉しいし、いつも狙ってるプレーなので。基本的にはホーム取れると思って、サードランナーコーチャーがね手を回してるわけですから、相手の予想以上のプレーをしないとなかなかアウト取れないんですよ。そういう意味じゃ、本当に彼のね、力って言いますかね、それが、予想以上のものだからそういう捕殺ができるんだと思うし。いつも狙っている海だ。それを信じて待つ古田。スーパープレーはこうして生まれる。続いて恐るべき強肩、阪神新庄。ホームランもバックホームも刺しても、僕は刺したらホームランと同じ気持ちでいるんで、やっぱり刺した時は快感。そうですね、まず阪神でいう新庄君ですか、やっぱり肩と足がいいですよね。だから普通の外野手よりも、ある程度気を使って、考えています。そうだな、メートルにして 2,3 メートルくらい違うでしょうね。各球団三塁コーチが最も警戒する男、それでもアウトにしてしまう、まさに黄金の右肩。そしてこの男を抜きには語れない天才一郎。あの時ちょうどね、落合さんとこう対戦する前にこう外野を見てたのね。でとりあえず、抑えるのが一番いいんだけども、打たれてもとにかく一郎のところに行けばいいなっていうふうには思ってたんだけどね。一郎は言う、バックホームでアウトにするのは最高だと。我々もそう思う。